日本の強壁ブロック番長ハザスルベロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、龍神日本の強壁高橋健太郎選手のプロフィール紹介、そして魅力を配球に絡めながら紹介していきます。配球アニメ派の方はネタバレ含みますのでご注意ください。普段バレー観戦されている方もそうでない方も魅力が伝わるように話していきますので、ぜひ最後までご覧ください。高橋健太郎選手といえば、パワフルに決める速攻と素早い横移動からのブロック、そして相手を捉えるドシャットと攻守ともに強力なセンターであり、現在は日本代表のミドルブロッカーとしてチームを勝利へ導く強壁の一角ですよね。そんな高橋健太郎選手のプロフィール、バレー歴を振り返りながら魅力を語っていきたいと思います。それでは簡単なプロフィールからおさらいしていきます。高橋健太郎選手、1995年2月8日生まれの、出身地が山形県の川西町です。配球日本代表では牛島や僕とと同じ年ですね。そしてこの川西町は白鳥沢の川西太一の名前のモデルになった場所ですね。白鳥沢メンバーの名前の由来は山形県の温泉地なんですよ。そして身長が202センチ、配球では白馬百沢に次ぐ3番目の高さです。そして最高到達点がスパイクが361センチ、ブロックが350センチです。配球日本代表の星海が一番飛んでいて351センチなんですけど、10センチ差です。そして主人公の日向は350センチなんですよ。ブロックで同じ高さです。なので高橋健太郎選手はでかいだけじゃなくてバネもあるんですよね。指向が260センチなので、ジャンプ力は101センチ、メータージャンパーということは、高橋健太郎選手は2メーターメータージャンパーですね。なんかややこしいわ。そして兄弟構成ですが、お姉さんと妹さんがいらっしゃって、高橋健太郎選手は真ん中ですね。そんな高橋健太郎選手のバレー歴を振り返っていきましょう。小中学校は野球をされていたんですが、お父さんが野球経験者で、小さい頃からキャッチボールをしていたから自然と野球を始めるようになったそうです。そして中学ではますます野球にハマっていき、一時期は野球選手も目指していたそうですね。ただ肘の怪我が原因で野球の道は断念することになっちゃうんですよね。そしてその後は米沢中央高校に入学します。そして高校の入試の時にバレーボールに出会うんですよ。この時高橋健太郎選手は189センチあって、ひときわ目立つ存在だったそうなんですけど、そんな時に米沢中央高校の校長先生からバレーボールをやらないかと誘われたそうなんですよ。その校長先生が何を隠そう、全国私学バレーボール連盟の会長をされていて、高橋健太郎選手を見て将来のバレー選手としての活躍を直感したそうなんです。ただ入学後はバスケ部とバレー部で悩んだそうなんですよ。そこでお母さんの登場なんです。お母さんは学生の時にバスケ部からバレー部に転校した経験を持っていたそうなんです。そして高橋健太郎選手のタイプを考えて、お母さんがバレーボールを勧められたそうなんですよ。そこから高橋健太郎選手のバレー生活が始まるんですが、最初はスパイクも打てずに一度はバレーボールをやめようと思ったこともあるらしいです。そんな時に青森の弘前工業高校へ練習試合へ行ったそうなんですけど、そこにユース代表に選ばれていた同世代のトップ選手がいたそうです。その選手のスパイクを見た時に、あんな感じで打つのかとひらめいたそうで、それを見て真似してみたらうまくできるようになったそうなんです。なんか優秀なスポーツ選手とかって目がいいって言われたりしますよね。真似てすぐできるみたいな。そんな高橋選手、その後はチームのキャプテンを任されて、高校3年生の時になんと全日本ユース代表に選出されます。同年に行われたアジア選手権にも出場し、日本は3位という結果を残してますね。そして大学は筑波大学に入学されます。伝統的にバレーボールが強い名門大学ですね。そして大学3年生の時、2014年の4月に全日本メンバーに初登録されますね。しかし2015年の2月に右膝の骨折により戦線を離脱しちゃうんですが、同年4月に全日本男子の期待の若手ユニットであるネクスト4の一員に指名されます。このネクスト4にいた他の3人のメンバーが柳田選手、石川選手、山内選手ですね。石川選手と山内選手は動画出してますので、ぜひそちらご覧いただきたいんですけど、このメンバーの中で高橋健太郎選手は怪我などもあって3人ほどの活躍をできずにいたそうなんですよ。でもご自身の大きな目標である東京オリンピック出場をモチベーションとして練習に励んだそうです。そして2016年10月に V リーグディビジョン1のトーレアローズに入部されます。そんな2021年に行われた東京オリンピックの代表メンバーから落選してしまうんですよね。それに対しひどく落胆して、同じ年に開催されたアジア選手権の招集も辞退したそうです。さらに家族には引退するとまで告げたそうなんですよ。それだけ本
気だったってことですよね。ただ奥様に諭されて現役続行を決断したそうです。そして2021年22年のシーズンでブロックのスペシャリストである元日本代表の富松選手からブロックを指導され、 V リーグでブロック賞ベスト6フェアプレー賞を受賞されます。そして2022年に行われたネーションズリーグでは開幕前にコロナに感染してしまって第1週の試合は出られないんですよ。でもそんな逆境をも跳ね返すほどの活躍を見せ、日本の3位に貢献されてるんですよね。そして2022年23年シーズンの V リーグでまたもやブロック賞を受賞されてます。そして先日行われたワールドカップバレーでも大活躍を見せてくれました。なので高橋健太郎選手は2014年から現在まで日本代表としてプレーされてますね。そんな高橋健太郎選手のプレーの魅力について触れていきたいと思います。まずはやっぱりブロックからですね。まずは高さのあるブロックです。先にお伝えした通りブロックの最高到達点が350センチと鬼高なんですよ。クローもブロックするとき手は前に出せって言ってましたけど、前に出た手で相手スパイカーを囲い込んでシャットアウトします。相手選手がフェイントしたとき余裕で届いて叩き落とすプレーもありました。これは百沢が日向に対してやってましたよね。そして横移動の速さです。これは高橋健太郎選手自身が東レアローズのホームページの一問一答にて自分の強みはブロックの横移動と回答されてたのですが、試合中にブロック少し遅れたかなっていう場面があったんですけど、横移動の速さで間に合ってブロックしてたんですよね。菅原が伊達子ブロックに対して横移動速って言ってましたけども、そんな感じです。そして個人的に触れたいのが片手ブロックです。相手のスパイクとちょっと位置ずれてるかなっていう時があったんですけど、片手を目いっぱい伸ばしてブロック、しかもそれが得点になってるんですよ。よく空中でとっさにそんなことできるよね。そしてスパイク速攻も強力なんです。ブロックの位置をしっかり見ていないところに叩き落としてるんですよ。特に印象に強いのはターン打ちの方ですね。ターン打ちを説明しますと、相手コートの右側に打ち下ろすのがクロス、左側に打ち下ろすのがターン打ちと言われます。砂林太郎のターン打ちも自分から見て左側に打ち下ろしてますよね。砂の場合はそれプラスの体幹が強いから胴全部を使って打ち下ろせるっていうのがすごいっていう技ですけどね。でも高橋健太郎選手は砂のようなそんなとんでも技がなくてもバシバシターン打ち決めてくださるんですよ。そしてこのブロック力とスパイク力両方が輝いたプレーがあったんですよ。それがネーションズリーグ2023のセルビア戦です。相手が速攻を使ってくるんですけど、高橋健太郎選手がシャットアウト、それをセルビアまだ繋いで次の攻撃はと思ったらまた速攻使ってくるんですよ。でもこれを高橋健太郎選手ワンチでチャンスボールってなって、次こっちの攻撃はなんと高橋健太郎選手の速攻で得点します。ブロックの強さとスパイクの強さ両方を発揮したプレーですよね。これには解説されていた元日本代表の山村浩太さんもミドルブロッカー冥利に尽きるプレーと絶賛されてました。そんな高橋健太郎選手はジャンプフローターサーブを使います。先日行われたワールドカップバレー2023のチュニジア戦で2連続サービスエースも取ってるんです。ただ高橋健太郎選手、強化中のプレーはという質問に対してサーブですと答えられていたので、もっともっと強力になるんじゃないでしょうか。そしてもう一つ触れなきゃいけないのが子供大好きってことですね。ぜひ高橋健太郎選手のインスタグラムをご覧ください。お子さんとの写真がほっこりします。もちろんバレーボールの投稿、他の選手との絡みみたいな写真も投稿されてますので、ぜひチェックされてみてください。ということで日本の強壁の一角高橋健太郎選手を紹介していきました。こんな感じでバレーボール配球の動画どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録して応援よろしくお願いします。ということで本日もあざした。